古見さんは美しい。なんかもう眩しい。古見さん。僕は知っている。古見さんが古見翔であることを知っている。そしてそんな彼女がどれだけ人と喋りたいか知っている。只野くんは高校生活の目標を古見さんの友達100人作りに決めた。あいつなら古見さんとも仲良くなれるはずだ。どうしたんだい急に、只野くん。ていうかこの学校の生徒全員僕の幼馴染だから。嫌だ、古見さんが美しすぎてトリップしちゃってた。いけないいけない。あかりです。さあ早く我と血の契約を。只野くんは気づいていない。この学校で古見さんが友達を作るのがどれほど難しいかを。